はい、どうも皆さんこんにちは、クロシです。ということで今回は、Amazon からまた荷物が届きましたので開けていきます。ラベルとかはちゃんと剥がしました。まあ危ないんでね。じゃあ開けまーす。今日もハサミがねなかったということで今回は定規で開けます。 SL ナイフが欲しいですね。3枚だかな。よいしょ。でね、これ頼んだのがね昨日なんですよ。昨日の夜じゃねえな、夕方にね、ちょっとね食行ったのじゃなかったんで絶望して買いました。髪が大量うわーん。はい、終わりということで、こちらが本店となってる中身になってます。味出てきます。カレンダーですね、要するに。はい、まあカレンダーを開けての楽しみにしとくか、一応。でね、これ開けて大丈夫なのかな。まあ開けても大丈夫か、多分公開されてるはずなんで開けます、ね、よし。よいしょっと、はい、出てきました。よいし、はい、とうとう私もこの領域へ来てしまったようです。昨日必死にねあのアニメイトで探したんだけどなさすぎてね、なえてね買いました。上坂すみれの、カレンダーです。いやー、とうとう自分もこの領域まで来てしまったのかなと思うと悲しくなりましたね。いやー、自分ね、こういう感じになるつもりなかったんですよね。なんか気がついたら買ってた。自分の意識がないうちに買ってたって感じ。はい、ということで、これで17年のね、カレンダーを買いました。開けてみます。初ページ。すげーこれ後ろ引かないと見えなくね、全部。これ全然見えないぞ多分。まあいっか、画角的な問題で仕方ない。これは、はい、2枚、これが3、4、これ大丈夫なのかな、晒して。まあいっか、一回確認する、自分に確認しよう。これ下手したらワンチャンこれ動画消される。ちょっと待って、動画消されたくないから一回チェックするわ。ほんとね、あ、カンコロの動画ね、1000再生ありがとうございましたって感じです。なるほど、あーなるほどね、何枚か未公開ページがありますね。これワンチャン晒すとやばいです。なんていうかな、何枚かはもうネットに上がってるやつがあるんで、それはもう安定でいいんだし、あれ安定でいいんですけど、あのね、あんまり下手なもん上げるとね本当にこっちの動画消えちゃうんで、動画消えないようにちょっとね、あのもう晒されてるやつだけやりしますね。ちょっとあんまりほんいろんなの晒すと怖いんで、ね、いろいろ。はい、これかな、これどこだっけ、何月ってこれ、9月10月部門かな。はい、これ確かね公式のあれで載ってました。はい、こんな感じで、内容構成が、1月、2月、3月、10月、6枚かな、6枚プラス2枚だっけかな、2枚なんか、なんていうかな、なんか特別ページみたいなやつがある感じだった気がします。はい、ということで、無事これを買いましたっていう話でした。そして自分ね、今買う、あのなんかね、最近までね、ちょっとね、あのとある人のね、なんていうかな、まあ、かなり有名な、ふんとか村井さんのね、ポスターがあのこのこっち側に貼ってあったんですけど、ちょっと残念なことにね、あの最近外してしまったということで、ちょっと壁が寂しかったんでね、買っちゃったね、はっはっはっということで、まあこれであれするかなと。若干ね、最近自分奈良香さんのポジションを狙ってまして、やはり自分何の名前にしようかな、上坂すみれファンが行く BO3 とかいう動画ありようかなと思って、っていうことのね、あれ作りでちょっとしてます。はい、ってことで、まあこんなところかな。はい、では今週から、多分今週日曜日か木曜日かどっちかから、ちょっとね、あれなんでって、どっちかでちょっと商品紹介系の、なんていうかな、まあなんか自分で買ったものとか
ご紹介できたらなと思います。まあ理由はね、ちょっとあの年末なんでちょっといろいろ買うものができちゃってね、それでお金が入ってね、あの欲しいもの多くなって買ったりとかでね結構するんで、多分1ヶ月ぐらいだったらでそれは多分続くんで、ちょっとやろうかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。